皆さんお疲れ様です。タクです。今週もタクラジをお届けしていきたいと思います。ファンの方から、15分くらいの長さが心地よいぞというお話をいただいたので、前回も前々回初回も含めてね、だいたいそのぐらいを目安に、お話をさせていただいておりますが、もちろんっていうの変なんですけど特に何か取り直したりとかしてるわけもなく一発本番なので、早く終わっちゃう時もあると思うし、ちょっと伸びちゃうこともあると思うんですけど、ご愛嬌ということでお許しいただければと思います。さあ今日は何をお話ししていくかというとですね、最近って言うとここ数ヶ月で僕の YouTube の動画の中で、結構見られているというか、伸びが良かったなっていう動画がいくつかあるんですけれども、その中の一つで、平井大さんのね、スタンドバイミースタンドバイユーという曲のカバー動画が、今もう5000回近くぐらいかな、見られてるということで、ありがとうございます。で、見られてる一つのきっかけが、おそらく、サムネイルもそうなんですけれども、タイトルに、結婚式で歌うという、結婚式という、ちょっとキャッチーなワードを、入れてみているということが、一個その伸びているきっかけなんじゃないかなと思っていて、よくね、結婚式の余興とかいろいろあると思うんですけれども、それ伸びているって話があって、それちょっときっかけでちょっと今日何話そうかなってちょっとふと思ったんですけど、友人の結婚式で歌う機会増えたなっていう話で意外と結婚式にこう呼んでいただくことがわりかし多い方なのかもしれないなって最近思ってるんですけれども、ついこの間も行ってきて、大学の友人の結婚式に行ったんですけども、その時は歌は歌ってないんですけど、その友人は、僕のライブに何回も来てくれたりとか、本当に学生の頃はよく一緒にカラオケに行ったりとかしていた友達 で本当に新郎の方が友達なんですけど、奥さんの方も、音楽が好きで本当フェスに2人で行ったりとかするようなご夫婦 で結婚式自体も、披露宴とか自体もかなりこうフェスっぽい感じで、音楽もすごいフォーロック、いわゆる日本のねロックバンドの曲がこうずっと流れていたりとか、入場するときにいわゆるなんかバンドっていうんですか、バンドってロックバンドとかそのバンバンバンってバンドではなくて、腕に巻くバンドね、なんかロックフェスとかってそういうのをこう巻くんですよ、入場券的な感じで。それをこうみんな渡されて、それをつけてちょっとこう披露宴を楽しむみたいな、本当演出もすごく凝っていて、プロジェクションマッピングなんかもいろいろね演出に繰り込まれていたんですけれども、で一個ね驚いたのが、こう披露宴会場に入って、席について大学のね友人たちと同じこうテーブルに座るんですけれども、って気づいたら、トゥルルルルルル、オーイエス、今夜クレイジーベイベー、まだまだこんなもんじゃないぜって流れ始めたんですよ。僕のね人生ディスコを会場内に流してくれてたりとかするんですよ。これね本当に嬉しくて、で本当にそれ以外って言うけど変だけど、僕とね同じようにインディーズで頑張ってる方の曲もね流れていたりとかしたんですけど、それこそヒデダンリズムとかさ、ミスターチルドレンとかさ、本当にそう名だたる、バンドさんの曲の中に僕の人生ディスコを流してくれる友達がいたりですとか、本当にその僕が歌を歌う機会がなかったとしても、そうやって僕がね歌を歌ってるっていうのをこう認識して、何かこう入れてくれるっていう友人がいることにすごく幸せを感じたわけですよ。でその大学の友人の一個前の結婚式が、歌を歌ったそのスタンドバイミースタンドバイユーの友達の結婚式だったと思うんですけど、彼は動画ね見ててください、何個か前の動画がそれですのでね、ぜひ見ていただきたいんですけど、これは概要欄に書いてある話なんで何ともあれですけれども、小学校が一緒だった友達で、小2まで行かないのかなぐらいで彼が引っ越しちゃったんですけど、僕神奈川にいて、で彼が愛知の名古屋の方に引っ越すと。で、やっぱりその小さい頃だったんで、誰かこう引っ越してしまう、友達がどっかに行ってしまうっていう経験もなかったので、本当に仲良かったんですよ。だからもう初めて涙をしてね、僕はボロボロこう涙を流して、で涙が本当にポツポツ落ちてね、小学校とかの机ってちょっと木ね木製だと思うんですけど、もうポタポタこうね木にこう涙が滲んでいくわけですよ。でそんな僕に気づいてるのか気づいてないのか分かりませんけれども、隣のね席の女の子、ごめんなさいもう名前は覚えてないんですけれども、ねえねえと、名古屋ってどこって言うから、僕はそのねテーブルに落ちた涙で日本地図を書いてね、ここだよと示してあげたという、本当か嘘か分からないような逸話もあるぐらい、それぐらい涙を流した友達だったんですよ。
でまあね、その時は携帯なんか持ってないし、もう会うこともないだろうと思ってたんですよ。しかもね、まあそこからまあ十何年も経てば、もうそれぞれのことも覚えてるか覚えてないか分かりませんよ。そんな中、高校に入学して、僕サッカーやってたんで、サッカー部のね見学に行った時に、同じ顔で同じ名前の男がそこにいたんですよ。そんなことありますか？でね、もう絶対にそうだろうと思って、ねまあ、名前はね、伏せますけれども、S 君ね。で、S 君って言ったら、で僕タクだから T じゃないですか。 T だよねって言われて、やっぱそうかって言って、まあ実はね彼も中学の途中から神奈川に戻ってきていて、たまたま同じ高校に入って、たまたま同じ部活に来てたということで、奇跡の再会を果たして、また高校3年間を一緒に過ごしたという友達なんですよ。でまあ彼がね結婚式に呼んでくれて、歌歌ってほしいって言ってくれて、すごく嬉しくて引き受けたということもあったりですとか、あとはそうですね、ね会社、僕ねサラリーマンで一般企業勤めてるんですけど、まあ、会社の元同僚、まあ、これ女性社員なんですけど、元同僚が僕を招いてくれてというか招待してくれて、で、まあ、会社の何人か、メンバーと、まあ、もう僕以外みんな会社辞めちゃったメンバーなんですけど、で、まあ、お邪魔をして、でそこでも歌を歌わせていただいたんですけど、これがね結構緊張して、いわゆるその学生の頃の仲間とかってさ、やっぱこう式とかこうね披露宴に呼ばれるメンバーもまあ 5,6 人いたりとかして、まあ若干なんだろう、まあなんて言うんですかね、味方がいるって言い方変なんですけど、みんな味方なんだけど、なんだろうな、その温かい目をくれる人が多いじゃないですか。でね、結構大きい会場だったの、その職元と職場の同僚の披露宴というか会場が。でね、我々の職場のメンバー3人だったんですよ。でも本当にほとんどの人が、誰だと、誰だそのこいつはという状況でね、歌を歌いまして、しかもそのね僕のね直前のプログラムがね、なんかフラッシュモブ的な感じで、めちゃくちゃ、ごめんね、言葉がちょっと汚いけど、わちゃわちゃした感じの、めちゃダンスやってる同僚だったんで、ダンスのめちゃくちゃ上手い人たちがもうすんごい、もうテレテレテレみたいな感じでめちゃくちゃ踊って、フーフーみたいな、もうものすごい盛り上がりを見せた後のドバラードを歌わなきゃいけないっていうすごいパスをいただきまして、でまあそこはまあ歌う前にちょっとトークをしてね、場を和ませようと思ったんですけど、まあまあ僕も緊張してますから、そんなにうまく言葉も使えずにね、でもまあなんとか歌につなげることができて、まあ花束の代わりにメロディーを歌ったんですけど、まあ皆さんこうヒューヒューとか言っていただきながら、おはようございますとかいう風にこう乗り切ったりとか、でもやっぱそうやって式場でね歌わせていただく機会っていうのがこう増えてきたなと思ってるのって、同時にね、まあ、やっぱり周りも年齢的にそうなんですけど、やっぱそういう家庭を持ったりとかする人がこう増えていて、なんかそういう場所にいさせていただけること自体嬉しいのに、そこで僕に歌を歌わせてくれる方がいるっていうのはすごく嬉しいこと で、実はまあこのラジオを撮ってる前日にですね、今だから今日の前の日だねに、実はまあ高校と大学の同級生と久しぶりに2人でちょっとご飯に行こうやということで行きまして、でまあご結婚されてはいるんですけど、まだ式は挙げてなくって、で僕のワンマンライブとか6月ももちろん見に来てくれてるような友達なんですけど、実はと、歌ってほしいなと思ってるという新規ご依頼をいただきました。いや新規でそういった場で歌を歌わせていただく機会をいただけそうでございます本当に嬉しくて、でまあカバー曲であれば言っていただければ練習もしますし、なんならそれこそ僕の鍵盤のサポートしてくれてる三宅さんに弾いていただいた音源で歌うこととかも全然やってるんで、本当に、まあ、いわゆるちょっと本格的にというか僕っぽいカバーをお届けすることもできますし、まあ、オリジナルが歌ってほしいとかっていうことであればオリジナルをお届けすることもできるということで、まあね、何の曲歌ってほしいか教えてねなんて言ってご飯も楽しく食べてね解散したんですけれども、まあ僕の夢は夢の一つというか、いわゆるこのラジオを聞いてくれてる、まあ今で言うとリスナーさんなのかな、言い方で言えばチャンネル登録してくれてる人、まあ僕のことを応援してくれてる人だよねの、まあ例えば超本人、本人の何かそういった結婚式とかそういったところで僕が歌う機会をいただけるとか、例えば息子さん娘さんのねそういう場があったりとか、もしかしたらご親族の方がいたりですとか、お友達とか友人とかいろいろあると思うんですけど、何かそういう僕のことを応援してくれてる方たちからのそういうお願い事っていうのもなんかすっげえ嬉しいなと思って、もし来たらなんか
待ってまーす。待ってまーす。急になんか他人行事というか仰々しくなったけど、なんかはい、普通に行きますよ。行く行く、本当に逆に嬉しいから、僕にそういった場を与えてくれるというか、そういったところにお招きいただけるだけで幸せなのに、そういうきっかけをいただけるっていうのは本当に嬉しいことなので、もしなんか本当にそういう機会をいただけるのであれば、いつでも DM でも何でも送ってくださいと。あともし学生の方とかねいたりとかしたら、なんか自分が通ってる学校の学園祭で歌ってほしいとか、バンバン言ってくださいね。本当に2023年そろそろ終わって、2024年本気で勝負しようと思ってます。で、実は2025年を見据えちゃってるんで、僕もう本当にそれに向けて2024年いろいろチャレンジしていくので、本当にねどんなお話でもありがたく受けていこうというスタンスですし、もっともっと知ってもらいたいので、何でも言ってくださいね。お勤めの企業様で何か周年パーティーがある、そこで司会進行やってほしいでもいいです。僕は歌歌ってる人なんですけど、ラジオパーソナリティやってますし、喋るの好きですし、社会人でもあるんでね、なんとなくその社会の社会人としての会社のそのパーティーとかでの立ち振る舞いもなんとなく分かってるつもりですので、そういったね司会進行歌何でもいいです。僕が誰かに知ってもらえるきっかけをぜひ皆さんと一緒に作りたいなと思っております。待ってます。待ってます。ちょっと待ってね、すんごいリアルな話するけど、あなたどのぐらい喋れるのかちょっとチェックしていい？まだ意外と喋れるぞ。まだ意外とあと 2,3 分はいけそうなんで、ちょっと行くよ行くよ、どんどん行くけど、まあでも本当にそういう感じで、最近やっぱ僕の周りで結婚してる人増えたなって思うのと、もともと結婚はしてたけど、コロナ禍に入っちゃって式とか挙げれてなかったんで今やりますっていう友達もいるし、まあでもやっぱそういった場所に行くとね、まあよく本当に言うありきたりといえばありきたりなんだけど、本当に幸せをいただくというか、いう風な空間にお招きいただくことがあって、まあ、僕もこうねライブをやってるから、まあ、誰かにこうパワーを与えたりとか、少しでも楽しい気分幸せをね持って帰ってほしいと思ってる以上、まあ、そういった場所に行ってね幸せをいただいたものを自分のね何かものに変えてね、やっぱり皆さんの元に届けていけるように自分の中でしっかりと、得て、糧にしてって変なんだけど、まあ自分の中でちょっとちゃんと吸収してね、これからも活動、そしてまあ自分の人生にも生かしていけるように頑張っていこうという、そんなふざけてるのか真面目なのかわからないようなタクラジでございました。ということで、どうなんですか ?10 分ぐらいなんじゃないの?ちょうど。すごい今マイク遠かったけど、ちょうど。いい感じなんじゃないの?いいでしょう、このぐらいで。すっごいゆるくこのラジオを届けていこうと思ってるんで、もう見たらわかる通りね、再生回数がね、めちゃくちゃ少ないんで、皆さんもう、いっぱい見てね。これもう定期的にやってったらどんどんなんか聞いてくれる人増えるんじゃないかって信じてやまないんで、ぜひぜひ皆さんこれからもねこのタクラジ楽しみにしていただきながら、1週間に1回上がるか上がんないか分かんないけど、ぜひこのタクラジもお楽しみにしていただきながら、土曜日の歌動画も含めて、そして僕はライブがいっぱいありますので、その情報もチェックしていただいて、次は12月30日ワンマンライブですからね、情報は概要欄に書いておきますのでチェックよろしくお願いいたします。ということで、タクラジ今週もお届けできたということで、また来週なのか分かんないけど、また来週、ありがとうございました。待ってます。